旧皇族。旧皇族とは、1947年、昭和22年に皇籍離脱した11宮家51名の元皇族の総称。旧宮家とも言う。またこの皇籍離脱者の子孫も含めた総称で用いられることも増えている。天皇の断径子孫であるため、近年の後継者不足による皇位継承問題で話題となることが多い。旧皇族の11夜は、 すべて、室町時代以来続く、世襲新農家の筆頭であった伏見宮家の男系子孫にあたる。現皇室と旧皇族の男系での共通の先祖は、伏見宮定房親農、あと須賀院、北朝第三代、須賀天皇の高孫、事実上の妻は、庭田幸子である。旧皇族の各家は、いずれも明治維新前後の時期に、伏見宮家の 第19代帝京神皇及び、第20代、第23代放火神皇の王子が原属して、三宅を創設もしくは、慶神のいない三宅を創続したことに期限を有す。ただし、この時期に新立した三宅に関しては一代限りとして、二代目からは、親戚降下させて家族に列することとし、接収は想定されていなかった。伏見の三宅をはじめ、京急、有栖川の宮、 官員の宮の各世終身農家に共通することで、あるが、これら4、家が代々、神農の御倉を世襲してきたのは、時の天皇との血縁の近さによるものではなく、あくまでも家の特権としてである。歴代の当主及び啓子は、その時々の天皇、または上皇の勇士となることにより、犠牲的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして、神農宣言により、 神皇の地位称号を与えられてきたのである。また、門石寺院に入寺する、法神皇、入道神皇は天皇、または上皇の養子として、神皇宣言を受けることになっており、明治維新前後に新設された三宅は、当時の廃物希釈の風潮に乗って続々と、現属した元門石たちに、その身分にふさわしい礼遇を与えるためのものであった。旧皇族は、伏見宮ただし、 常親王の兄彦彦王が、男子をもけないまま崩御した、将校天皇の後を受けて、御花園の天皇となって、以後、現在の皇室、御花園の天皇の男系子孫とは、男系血統では、完全に分岐しているため、上述の通り男系での血縁は、非常に遠い。また、明治天皇の御子である四人のうち親王が、武田宮、北白川の宮、 朝香の宮、東国の宮の、各家に、昭和天皇の王女、重子内親王が、東国宮家にそれぞれと継いでいるため、現皇室とも隕石関係が深い。なお、昭和天皇の皇后であり、近城天皇の聖母でもある、皇順皇后は、国宮家の女王である。終戦後の1947年、昭和22年10月14日、11宮家51名は、 GHQ の指令により、皇室財産が国庫に帰属させられたため、経済的に従来の規模の皇室を維持できなくなったことから皇籍離脱した。昭和財政史によれば、終戦前後の皇室の財政規模は、約に5 0 0万円と推定されている。そのうち450万円が政府の一般会計から支出されていた。 この450万円という額は明治43年度、1910年度から昭和22年度、1947年度まで完全に固定され、その後の財政規模の拡大に伴う差額は山林、有価証券、農地などの皇室独自の財源から叶かわれていた。終戦後には皇室が自らこの差額を調達することは不可能となり、長年固定されていた。 公室費を一挙に数倍に増額することは、敗戦直後の極度に逼迫した財政の下では、到底理的な説明がつかなかったのである。公席離脱という着想自体は、GHQ により、新たに持ち込まれたものではない。東国宮都市彦は、1945年、昭和20年に、内閣総理大臣を辞任した直後にも、自らの親戚効果を昭和天皇に願い出ており、 さらにそのことをマスコミにも語り、他の皇族も自分に習うことを求めたために、宮内省が慌てて、規定の声明を出す一幕もあった。また、茅野宮常の利も天皇に、同様の申し入れをしている。当然、この動きに対し昭和天皇や一部の皇族から、激しい抵抗があり、皇順皇后の実家である国宮家や昭和天皇の、 第一王女茂子内親王の突ぎ先である、東国の宮家などの一部の宮家に関しては皇室、残す案も出た。しかし最終的には、昭和天皇の実定である秩父、高松、三笠の三宮家のみを残し、伏見宮家への十一宮家はすべて皇籍離脱させる、ことになった。十一宮家五十一名の皇籍離脱は、形式上は、現行の皇室天板の、 第十一条第一項、その意思に基づき、皇室会議の義により、第十一条第二項、やむを得ない、特別の自由があるときは、皇室会議の義により、もしくは、第十四条、その意思により、または、第十三条、皇族の身分を離れる新王または、王の日並びに、直系貴族及びその日は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系貴族を除き、同時に、 皇族の身分を離れるによってそれぞれ行われた。1889年、明治22年2月11日制定の旧皇室転半は元来衛生皇族制を原則としていたが、1907年、明治40年の皇室転半造法で早くも例外が設けられた。例えば、同造法第1条には、大波直士また波状丸に入り加盟を たまもの非家族に列せしむことあるへし。とあるように、親戚交換ができるとされたのである。しかし、その後、王の親戚効果は、北白川のみ照久を、公爵、小松照久の一芸のみにとどまった。そこで、1920年、大正9年5月19日に制定された、内気、皇族の効果に是きする思考純則により、この趣旨はさらに徹底された。 純速第一条には、高原村の子孫たる王明治40年2月11日直上の皇室天畔造保第一条及び非皇族命令第25条の規定により上岸をため刺さるとき派長子孫の系統を4世以内を直の大直子に入り加盟を玉もの非家族に列す。とあり、上岸をしない王は皇族会に及び 数密顧問の指紋を経て直視によって親戚降下させて家族に劣することが明記された皇族未礼第25条は上官をすることができるのは万十五歳以上の王限る胸の規定である。具体的には、皇原尊までを皇族と子孫の子孫は親戚降下させること、ただし三宅を継承する長男のみは例外とするが、これも皇原尊のさらに四世。 元村までを皇族とし、それ以降の世代は親戚降下させることとされた。伏見宮系の皇族はもちろんこの範囲には収まらないが、放火神皇を高原尊に犠牲し、放火神皇の四世、元村までを皇族の身分に留めるものとさていた。旧皇族との関連で言えば、純足は伏見宮系の皇族を皇位継承資格として確保することよりも、 むしろ放火神老の子孫からこれ以上皇族が増加することを抑制し、将来的には全員の親戚効果に導くことを意図していた。そのことは皇族の範囲を狭く限定する趣旨、これは大正天皇の直系子孫の王、女王であっても同様に適用されるとしたが、純則の第一条にず、歌われ、放火神老の子孫に関する規定は特例として、 不足に言及されているに過ぎないことからも明白である。純則は、同蔵法では明確でなかった、高原尊以降の子孫たちが順次親戚降下していく、基準を具体的、機械的に定めるものであった。なお、降下の上岸をなさなかった場合において、当時の純則に基づいて直視によって降下する、可能性は以下を除くすべての男性皇族にあった。以下の人物も、 放火振動に対する特例を排除した場合は、嫌やなく適用対象となる。オフした人名は2006年12月現在の生存者。無論、皇族を直視によって強制的に親戚降下させることを原則とする。このような規定には異論もあり、最低にあたって、純則の指順を受けた、数密院での審議でも、一律、機械的に適用するのではなく、 個別の事情に応じて判断する、胸の説明がなされている。数密院はこれを受けて、満場一致で準則を可決した。ついで始順を受けた、後続会議でも、一部の後続たちの反発が予想されたため、区内省側は、後続会議の議員は、事故の利害に関する議事では、採決に参加できないという後続会議令、第九条の規定を要して、 採決を行わずに議長であった伏見の宮定なる、新王の判断のみで皇族会議を通過させている。皇族の身分に関する事柄は天皇の体験事項であるから、この純則が存在したとしても天皇の意志があれば例外を作ることは可能であったと考えられる。しかし、皇室天板増補正定以来の政府の皇族増加抑制策は、 明治維新前後の時期に創設された宮家が、いわゆる世襲新農家とは異なり、本来は世襲を予定しなかったにもかかわらず、当初の意図に反して、なし崩しに衛生皇族に移行してゆき、結局、皇室天般での衛生皇族制の成立に結びついた経緯への反省を踏まえたものでもあり、天皇の体験を発動して、例外を作るケースが実際に発生したとは、考えにくい。 その後、純則が制定されてから1946年、昭和21年に廃止されるまでの26年間に12人の皇族の親戚降下があった。いずれも皇室天板造法第1条に基づく上岸による降下であり、純則の適用を受けて、自らの意思に反して降下させられたケースは一つもない。しかし、上岸をしなければ強制的に降下させられる以上、 そのような不名誉を避けるためには、純則の条件に該当する皇族は、望むと望まざるとにかかわらず効果の上段をせざるを得ない状況に置かれていたのである。純則の強制力は非常に強いものがあった。純則の規定に反して例外が作られたケースは一つもない。ただし、純則の項の一つである、三宅の着難たる、高原村のヤ社後の子の効果は例そのものが、 存在していない。もっともこれは、当てはまる皇族が、純粋の廃止まで一人も存在しなかったことによる。項目に当てはまるべき国、昭王、正彦王、信彦王、常政王のそれぞれの長男はいずれも親の、皇籍離脱後に誕生した人物である。彼らは、皇籍離脱後は、それぞれ宮号から、 宮の字を除いた者を名字として名乗り、民間人としての生活を始めた。財産税の負荷を受けて、ほとんどの者が資産の多くを失い、長く経済的な困窮に苦しんだ者がいる一方、資産の一部を確保して、一定の生活レベルを維持できた者、事業を起こして成功した者、皇室、旧家族、新党などに関係する職に就いたりして、社会の名手として、 活動を続けた者もおり、その後の運命は様々である。中には、新聞の三面記事をにぎわすスキャンダルを起こした者も、いる。旧皇族は、世間の注目を避けて静かに生活してきた者が、ほとんどだったが、最近では、かようまさ武田つ司じなど外交官についた者、武田久さ隊のように積極的に著作や講演などで、活躍し、マスメディアに登場している者もいる。 なお、プリンスホテルの社名は、ホテルの建物が、旧皇族の手放した土地に立地していることに由来している。皇籍を離脱した後も、皇室の親戚という立場には、変わりがなく、皇族ではないが、民法上は、天皇の親族である者も,もいる。皇室の親族が所属する親睦団体の、菊江親睦会に所属して、現在でも皇室と、親し、交流を続けている。 国朝明、高淳皇后の任意や、東、国重子など、一部の旧皇族は、特例として、都島岡墓地に葬られている。すべて都心六区に所在している。京都に、別邸もある。1965年、昭和40年の秋篠宮文人親王の誕生以来、2006年、平成18年の夕日と市新の誕生までの41年間。 男子の誕生がなかった。一方、現行の皇室転範の規定では、男系の男子しか行為を継承することができないため、近い将来に行為継承資格者が存在しなくなる行為、継承問題が予想されている。この問題への一つの対処として、旧皇族から男系男子を補充して、皇族の数を維持しようというアイデアが提示されている。現行の皇室転範。 旧皇室転半ともに、一旦皇族の身分を離れた者が再び皇族になることを禁止しており、このアイデアの実現には法改正が必要である。具体的な方法については、旧皇族男性を現在の皇族の養子とする、旧皇族男性を未婚の女性皇族と結婚させるなどのアイデアが提示されている。小泉純一郎首相の指摘諮問機関、皇室転半に関する、 有識者会議は、旧皇族男性を養子にする案については、当事者の意思により、継承順位が左右され、一義性に欠けるとして否定的見解が出され、近代以前の朝廷では、一旦皇族で亡くなった者が再び皇族となった、例がいくつかある。旧皇族の中には、皇位を継承しさらに、未来の皇位継承者を生み出すことのできる若い、男性が若干名おり、 有事に備え各家は連絡会を結成している。このことは上記のいくつかの先例と合わせて女系天皇反対論、旧三宅皇籍復帰論にも関係する。ただし立場から旧皇族が積極的に皇族身分への復帰を表明することはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。